を進みながら背中が天井に引っ張られるようなイメージで、そう、この逆だもん。右足を左斜め後ろに、せーの、ぐーん、そう、肘と膝はもう固定したまま、そう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 、とっても上手。この後はさっきのあのキャット&カウもいいかもね。うん、キャット&カウも、まあ、なんとなくやってるんですけど、うん、大体ヨガ教室に行って教えてくださる。うん、背骨を動かした方が、そうだね、調整はしやすいのかなと。このまま、そう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 、息を吸いながら背中が天井に引っ張られるようなイメージで、そう、今度逆だね、ぐーんと背中を丸めていく、そう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 、あ、確かにヨガとかピラティスだと胸式と腹式ちょっと違うかもしれないね。ヨガだと腹式、あ、ピラティスだと胸式。あ、はい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 、そうだよね、そうだね。髪がもうさっぱり、だからだいたいそれを交互に、ヨガ率の方がなんか多くなりますね、なんかレッスン数的に。うーん、うん、すごい、めちゃくちゃ背骨の可動が出てます。ありがとうございます。おー、きれい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 。腰痛くない？大丈夫？あ、腰は大丈夫です。うん、でも、なんですかね、結構腰が動きやすすぎて、いつの間にか腰凝ってる時も。あ、確かに腰椎がちょっとあのもう肋骨が今完全に開いて、あの反れてるから、まあ、逆にちょっと危ないのは、そこまで反らなくても大丈夫で、なんかあの横脚の方も、ヨガやってこうちょっと膝を伸ばしきらない方がいいとか、肘を伸ばしきらない方がいいっていうのを覚えるまでは、結構ピーンって伸ばしちゃう。あ、どこまでも多分普通の人よりも結構ちょっと動いちゃって関節がね、可動がでかいんだろうね。そうですね、それで逆に痛くなる。あ、なるほどね。そうですね、多くて、だから、手もサルテなのにこう、なんですか、こうニョンってすごい、どこまでもいけちゃうの。いやだ。なんですか、結構調整ちゃんと意識してしまう。逆にやっちゃいます。ダウンドッグのポーズも、何ですかね、ベストボディ的にもいいのかな。全然いいと思う、裏伸ばせるし、なんかこう、こういうの、ね、レッスンあると思うんですけど、全然ヨガのダウンドッグでも、なんかダウンドッグのポーズはヨガの先生的に、なんかこの手首から腰まで伸ばしてこのまま上げると、なんか手に負担が来ないと。これ多分見てる人ほとんどの人同じ形できないと思うんですけど。でもすごい、足を上げた状態で蹴してから、足踏みしてからいつも伸ばして、上手。そうですね。でも伸ばしたとしてもその曲は改善するんですけど。そうです。でも前やっぱり通ってると結構柔らかくはなってくるので。週どのくらい行ってるの？あの多かった時はすごく多く、もう4回5回とか言ってたんですけど、今でも週1に筋トレの方がメインになっちゃって、そうだね、そうですね、今は使う。結構ここが膝裏がピーンとなる感じ。女性の方は結構ヒールが高いから、あ、そうですね、絶対前筋からやっぱ裏、ふくらはぎ、足首伸ばしてあげるとすごくいいと思います。おー、素晴らしい。おー、綺麗。なんか大体もう一回やるっていうルーティンみたいな動きが多いような気がしますね。すごい、パパおー、綺麗。まあ、結構もともとのその可動が人それぞれ硬い人だったり柔らかい人だったりいると思うんで、さくらちゃんのこの今のフォームをバッチリ真似するっていうのが結構なかなかできないかもしれないんですけど、でもね、彼女も結構こうしっかりね、ずっと続けてるからこその可動なので、ね、ぜひぜひ今の動きを取り入れて、完璧に真似できなくても大丈夫だと思うので、はい、ぜひぜひやってみてください。でしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。